EA161 アムル王からファラオに当てた書簡。アマルナ文書はエジプト中部のナイル川東岸アマルナで発見された設計文字の書かれた年度版文書である。アマルナ文書の多くはエジプト第18王朝のファラオであったアメンヘテプ4世時代の外交政策と国際関係を示した資料で紀元前14世紀の古代オリエントを知るための 重要な情報源の一つとされており、ベルリン博物館、大英博物館、カイロ博物館などに収蔵されている。アマルナ文書は1885年、アマルナで肥料として使用する、日干しレンガの材料を探していた地元女性によって、偶然発見され、1891年、エジプト考古学者のフリンダーツ・ピートリーによって、アテンダイ神殿の南、 ファラオ通信文書館後から出土したものであることが確認された。出土した総数は382枚に上り、紀元前14世紀の前半から中盤にかけてのオリエント列強やエジプト支配国の高官たちがファラオに当てた外交書館で多くが当時の近等の国際公用語であるアッカド語で記されている。エジプトと敵対していた勢力の攻撃にさらされていた。 弱小主張から届いたものが多く、黄金や補給物資の救援を訴えている。ピーター・クレイトンが、当時の悪縁アテンは新宗教の研鑽に没頭しており、こうした訴えのほとんどは無視されたと指摘しているように、そのほとんどが来信の記録であった。アマルナ文章は350の書簡と、初期養成学校で用いられたと考えられる32の辞書や文学テキストで構成される。 EA1 から EA382 の番号で管理されており、差出人にはバビロニア、アッシリア、ミタンニ、アルザワ、キプロス、ヒッタイト、シリア、パレスティナなどの諸国の支配者の名が記されている。以下に一覧を記す。ありがとうございます。